ちょっと間違えました。アシバハンチャンネルかと思いました。あ、そういうこと。今日は社長って自分が嫌いなことをめちゃくちゃ押し付けてくるじゃないですか。その中にゲームもあるんですよ、一個。嫌いだね、昔。ゲームやんなみたいな言われたことあります？やったかも見たことない。まず携帯にアプリないでしょ。確かお前見たことあるけど、はい、ゲームのアプリなかったんじゃない？あ、マジですか。なんか言われました？やるなみたいな。休憩中とかやったり、やろうとそんなもんやんなんす、仕事しろ。めちゃくちゃっすね。そんな感じだったよね。休憩中なのに、うん、その社長がっすね、すいません、今やばいんですよ。どうやばい？ずっとゲームやってるんですよ。ゲーマー？ゲーマーになっちゃいました。ああ、俺もなんか言われた。言われました？言われた。言われたけどやってない。やってないの？俺でも聞いてます。三国志のゲーム？そうそう、そうなんかやっとるだよって。やってねえの？やってない、やってない。やるって言われたけど。なんか言われてましたね。やっとる。そうっす、いや、まあそうなんですけど、今日実はちょっと社長呼んでて、ここに。まずいんですよ、このままだと。ちょっとなんでビシッと言ってほしいなと思って。いや、もうめちゃくちゃ電話かかってくるすごい。3割ぐらい、はい、普通の要件で、はい、7割ぐらいその三国志の件が普通のやばいと思った。いや、もう正直迷惑ですということを。ああ、それを2人に。社長が来るね。社長来ます。呼びましたか？すいません。そんな俺らが言うの？はい。まだ矛盾してるもんね、今まで言ってきたこと。そうです、矛盾してるんで。それはおかしい。やばいんですよ。やばい、ね、はい、もうガツンと言ってやってください。言おうか。やめさせるか、頻度を減らすか。あ、なんかちょっとやっぱ僕も社内で社長と2人で結構移動することがあって、普通なんか話したいんですよ。なんか、うん、あの企画とかはどうですか、うん、みたいな。なる前に車乗った瞬間に三国志の話になって、着くまで三国志なんですよ。でも、いや、まずいです、マジで。要は、はい、伊藤が、はい、もう三国志のばっか話するもんで、はい、大迷惑をしてるから、はい、それを伝えればいいんだよ。そうですけど、いや、伊藤側抜いてください、ね。なんで？いや、あの、社内の人間側にしてください。社内の人間側で。はい。はい。いきます、いきます、いきます。やばいっす。いい、お願いします。翔くん、翔くん、お願いします。はい、お疲れ様でーす。あれ、今日どうしたの？ロードか。はい、先に足場班撮ってましたね。うん、撮った。足場班チャンネル撮ってました。足場班チャンネル撮ってました。さあ、何通りだ。どうしました？あ、ピンマイです。もしや三国志やっとる？はい、三国志やっとる。はい、やってます。白攻めの準備が忙しいんだよ今。白攻め YouTube 撮っとれよお前ら。もうやった？アプリインストールした？ちょっと忙しくできんかった。わかるってめえ、お前舐めとんのか。やるよ。じゃあ入れなかったのみんな同盟作らなかった。俺に続け。俺は名手になるんだよ。入れてないの？今日言ってたじゃん、リベル3の年も取れるようになったんだろ。見せて。なんかあれ、なんか重たいな。 Wi-Fi ねえの？新しい Wi-Fi 入れろここ。ダメだここ、 Wi-Fi 入ってねえ。全部悪いな、このクソ田舎だね。クソ田舎だ。三国志新選。見せた？あ、誰見ようなの？面白いよ。ん？面白いよ。本当？ん？なんで翔くんやらないんですか？なんでやらないんですか？ゲームとかマジで面白いじゃん。絶対入れた方がいいよ。これ見て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 。ちょ、マジでやばいね、これこれ。これ俺戦っとんじゃないけど、これ他のやつよ。これもう3日2番ぐらい戦っとるな。あ、本当だ。あ、なんかずっといね。ちょっとすごいだろ。言ってましたね、なんか。いや、これもうずっと戦っとるよ、3日間か4日間ぐらい。ここを境に。どこだ？橋。ここを境に。人対人なんですか？ん？人対人なんですか？人、これ全部人だよ。マジですか？じゃあ本当だ、もうこの子だんだん攻めていってるじゃん。はい。で俺らもこいつらがちょっと苦戦しとったもんで、はい、違うところから攻撃して、はい、で結局兵を全部こいつらも回せんようにこっちに、この赤い方が、赤い方が敵で、これは俺らの同盟じゃないんだけど、はい、な何友好国みたいな。ああ、だから言ってるから、あの前でしょ、お前入れに人数が死んでー入れた。あ、お前同じ国じゃん、ここの中よお前。え、マジっすか？ここの中に同じっすか？で、ここでこの間戦いだったろ、ここ戦いだったろ。
存じ上げません。ここら辺なんですけどな。すまんよ、iPad 買えよ。じゃあ俺言っとくけど、めちゃくちゃやばいぞ。もうついに1位になったから。ちょうどだとバレる。ユーザーランキングですか？ユーザーランキングっていうか、その同盟の中で。へぇ。やばくね？ちょっとマジで。ちょっとあの、モザイク動画に、これ動画にするよ。動画に一本紹介じゃん。どうします？1位だよ、勢力値は。はい、あれだ、こうなるでしょ。勢力値1位、健常値が2位、先行が2位、はい、寄付額が3位、勢力1位。数字も使うのよ。ちょっと、まあ、分かっちゃうね。分かりました。これ数字とか知らん場所が分かっちゃうね。ああ、そういうことですか。座標なんですか。座標めちゃくちゃよくできてるわ、これ。ちゃんと面白い。マジすげえ。どういうか。何やねん。おいしょ。やれよ。お前も入れとるやん。いや、今やってるんですけど、何をしゃべってるか分からないですけど。今から見たら遅いわ。家でね、iPad 買っとこい。はい。いや、マジでいいよ。じゃあ、面白いじゃん、でも。面白いです。だんだんやっと理解できるようになってきて。今、何、無償な匂い。そう、全然。あ、まあまあ、おいじゃん。これ動画にするのは見せた方がいいでしょ。あ、まあまあ、ね、これ、あ、これ、あ、もう全然分かってないよ、お前。あ、全然分かってない。あ、こいつね。先生。俺もおるよ。L20 とか言っとるやん。俺のやつ見せろか。俺の最強デッキ見せろか。俺の最強デッキ。分かっちゃうかな、誰がどれとか。動画にするのやばいかな。まあでもいいよ。カンフ、チョウヒ。聞いたことあるの？おー、料理とか聞いたことあるから。ブフーロンズこれね、あなたが歓喜だったっけ。あー、歓喜だったんですね。で、これもなんかおるだろう、このやつ。で、ここなんもう全然小説にバチバチ出てくるやつ。出てくるっすね。こいつバチバチ出てくるやつだね。夏なんとか、これなんか三国志の漫画とかあるじゃん。あれ全然出てくるやつ。へえ。これも出てくるっすね。これ孫権もだろう。孫元領だったかな。これ、あ、趙雲かなんか。なんとか支流、超運かなんか、そんなやつもじゃん。すげえだろ、孫さんとかもじゃん。あ、こいつもできない。なんとか狩り、なんつ狩りだったかな、狩り、狩りかなんかあるんだな、こいつの名前確か。小説か漫画でなんかやるんだもんね。字わからんじゃん、こいつが。難しいっす。そう、そのネットで検索してるんだけど、この漢字の検索がわからんもんな。じゃあ俺名前知りたいんだよ、結構三国志とか好きなもんね。はい、でも本当になんか忠実っていうかさ、はい、土地とかも、あの地位とかも忠実になってるし。あ、そうなんですか。そうそうそう、本当にこっちの方で山岳地帯とか川とかも、あ、地図見て、もう全体実際の舞台だったっ、ね、本当にこれ動画に並んだろ、これなる。でもリアルですね。あ、これ全部土地で、俺がおるのはここだけよ。ここにしかおらんわけよ。見てみよう、これ全体のここだけ俺がまだおるの。で、ここでみんな戦っとるわけよ。翔くん、どうしちゃったんですか。さっき勝負なんか言ってましたね。さっきの ゲームの話した、うん、あ、ゲームの話しちゃったの。はい、社長が最近ゲームばっか。さあ、そうださ、ゲームハマってんだから。これオンラインなもんでさ、みんなと喋るじゃん。お前声かけられん。まだっすね。俺もめちゃくちゃ喋っとるで、ね、これぐらい喋っとる、ね、え、緑色社長ですか。これ緑が俺めちゃくちゃ喋っとる。俺めちゃめちゃ意見言う人、物言う経営者だ、これ。物言うゲーマーだもん。いや、俺オンラインゲームビビったマジで。俺ゲームなめとったマジで。すごいなマジで。めちゃくちゃ面白いな。なんだしょ。何？いや、なんか昔言ってたことしてたな。そうだよ、確かにゲームはつまらんって言ったけど。やっぱその課金とかじゃなくて、お金じゃないし、うん、人に迷惑かけるじゃない。今もかけてないでしょ。ジムとかにかけてるんですよ。なんで？ジムから口を聞いて。なんで？なん、見てや。はい。お前が言っとったの。お前なんか言っとったの、これ。ね、仕込みか、これ。はい。仕込み？仕込みじゃないです。お前言っとった。仕込みです。何の仕込みこれ。はい、何の仕込み。あのゲームやりすぎておいて注意しようみたいな動画。あ、社長がゲームやっとる動画みたいな。めちゃくちゃ強いだよ、だってこれ。本当にデミ最強デッキだろこれ。そうか、カーン超ヒー、視聴者に見てほしい。レベルとか見せたらやっぱ、まあまあレベルはいいかな。すげえだろ、これが一舞台だね。どうするだね、視聴者に言ってあげたい。
三国志新鮮むっちゃ面白いから誰が何と言おうと俺はやめません。目が決まったんですよ。もうあ、何あんねん、違う違う、やらすぎないだろ、まあ、ゲームなんかやってないよ。ゲームなんで夜の人やりなかった。それ、いつの話や。2年前ぐらいです。あ2年前ぐらい。じゃあもう今は違うわやれじゃあそれぐらいオンラインが発達したってことよ。今日なんか言ってましたよ、昼、うん、あの子供の あの子供に、あ、そう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 、ジムになんて行ったっていうのは、俺は子供に、俺らの時ってさ1時間だけとか言ったじゃん。はい。だけどもここにコミュニティがあるもんで、やるなら思いっきり出した方がいいよって。仕事でもやるそうじゃん、本気出したやつがすごいじゃん。で子供が、まあ、そのゲームで出世するっていうよりはこういうゲームでコミュニケーションまで学べるわけじゃん。そうですね。本当に揉めたり意見言ったり、俺は結構意見言うからこういうじゃん。でもそのこうしろよとかは言わない。こうしたらいいんじゃないですかとか、僕はこういうふうにしたいんですけど、まあ、皆さんに合わせますよとか。だってやってないもんで分からんのかって、それは面白い。本当だよ。じゃあほんで子供が今ゲームオンラインとかやってんだったらやらしちゃった方がいいよ。その代わりなんか1時間だけとかじゃなくて、これとこれとこれやることはちゃんとやらせなさいよみたいな。なんでこれ1本か、これ社長にゲームやめさせるみたいな。あ、もうバレましたね。あ、バレてますね。別になんかちょっとショーがさっきはおかしいなと盛り上がっていいのかな。誰に行ってもらう予定だったんですけど、翔くんと監督に。もなんか言ってやっといて楽しい楽しいと毎日言ってほしい。どうしよう。だけど面白いだろ、マジで。面白いです、全然。いや結構言ってるでしょ、お前に言ったらない。で、金いらんだろ。全然。一円もかけてないだろ。で、こうやって武将も結構おったじゃん。はい。いやー、やばいな。ちょ、勝利、本当に入れろよ。そうっすね。本当にめちゃめちゃ今人気出てるらしいよ。たまたま目の手術やって、はい、1週間休みだったじゃん。その時に、まあ、ネットで見て、なんかすっげーに曲がる。バカ人気だよ。5000万ダウンロードかなんかじゃん。5000万？そうそう、5月とかやってばっか。あ、そうなんですか。そうそう、本当それで5000万なんですか。そう、本当にめちゃくちゃもう バズってるっていうのかな。すごい人気だし。へぇ、本当にそんなに金かけんでもできるの、はい、それが売りみたいな感じだし、そんなに金かけんでも、その何、お金かけたらめちゃくちゃ強くなっちゃうやつもあるじゃん。これそういうのないもん。だって俺もそんなに金かけてないの。本当にコツコツやと思うんだ。そうだよね。で、時間がある。占領しても時間、占領しても時間で。で、うまいことやるっていうか、うまいことで、その戦法とかとその武将の組み合わせとかね、魔法みたいなのもあるんだもん。例えば、呂布だったら8回連続、4回連続攻撃できるんだけど、もう一個魔法、何その、2回、倍攻撃できるってやつをくっつけると、なんか8回攻撃できるとか。見てみようかな。嘘つくな、お前。絶対分かってないでしょ。いや、でもなんか、あ、興味出てきた感の顔してます。いや、本当に絶対言ったわ。なんか、水戸ってすげえなって、なんか、俺の言ってえなって思う。じゃあ、俺行ってだってこれで金使っとるけど、だってもう絶対に飲みに行ってもこれやっとるもんね。もう本当に飲みも減っとるもんね。じゃあ、俺行きたくないけど、もうどうしても行かないからね。あのゲーム雇ってみんなで行くんですけど、つってずっと iPad とかやってるから、あ、そうですね、とか言って。そうですね。だけど、ずっとやっとらんでいいもんね、別に。こういう感じだもんな。でも占領しとるみたいな感じ。ずっとやっとらんでいいんだよ。戦っとるときは放置みたいな感じで戦っとるっていうか、もう例えばじゃあこれ1個ずつ進んでここに行きたいとするじゃん。はい。まあ俺今日ここに行きたいとするじゃん。はい。でここ占領っつってこれ選んでも時間かかるじゃん。ここ占領してもまたここ5分ぐらい、10分ぐらい整地にかかるの。はい。で今度またここが完了したらこうやって1個1個進めていくわけよ。だから敵のところに行きたくてもこの1個1個進めていくわけな。それが結構面白い、ね、なんかこれもう戦うのは一瞬もあるじゃん。だけどほら4分57秒じゃん、はい、だって5分はここの占領にかかるわけで、5分占領したら次のマス、だってこのマスの隣しか攻めていけない。移動はできるよ、別に移動するのはできるけど占領はできない。だからたとえこれがもしてこれまあ味方同盟だけど、こいつを攻撃したくてもここに行っても攻撃できるわけ。隣を占領したら、だって俺はここにおるもんで、ね、こいつとこいつとこいつは占領できるわけ。熱弁か、汗で見た熱弁がすごい。じゃあ俺もうマジでハマってるからね。じゃあマジで本当にちょっと本当に YouTube にしてほしいこれ。わかりました。じゃあ本当に、いや本当面白いけどな。でもキャバクラやってるより絶対楽しい。女と喋ってるより武将と喋ってた方が楽しい。でこれ本当にもう忠実だから、ちゃんと熱弁みたいなのも全部出るわけ。だから歴史の勉強も、龍
あの劉備の義弟だろ、はい、で張飛の義兄、義兄って何て言うの、義兄の兄、義兄ね、そうじゃない、寛平、寛光、寛なんとかの父、桃江の誓いで劉備、張飛と義兄弟となりってで聞いたことあるでしょ、桃の誓いかなんか、桃江の知らん、まあ、寒いでしょ、そうでしょ、はい、知らん、そう、桃の木の下で3人兄弟になって桃太郎じゃん、どんなそれどう桃が流れてくるやつだってお前それ関羽とかそういうなんか呂布とかの名前聞いたことあるだろ、うわ、ありますね、それでね、もともとあいつらなんかね、本当にもう不良だったみたいなもんじゃん、俺らみたいなやつが中国全部負けたけど、最後曹操というのに負けたけど、で三国志っていうなんか ロとなんかとギだろ、なんでお前その顔、ロとロっていう国だろ、でその3つの国で、そうロとなんとだろ、なんだろ、もうちょっと感じたらわからん、まあ、そんな感じでしょうか、はい、皆様チャンネル登録いいねはいいんで三国志一緒にやりましょう。あの直接会社に連絡くるから俺は誰かって言うわ。おお、面白い。それは公開できるんだろう。はい。だけど直接インストラクターに連絡くれたら。ああ、確かにそれ面白い。そうそうそう。まさかあの噂になっちゃうわ。ああ、なっちゃうかもしれない。広がっちゃったらまだあれだけど、まあ、ちょっと考えるわ、それは。はい。信用できるやつだよ、みんな。はい。一緒に共に戦いましょう。共に三国の覇者になりましょう。いや、面白いよ。お前、結局になるから。じゃあ、本当に面白い。で、ちょっと暇な時あるじゃん。はい、家入っても、その、風呂入って出て、なんかやってるタイミングで、映画とかも見ながらできるから、別に。指示出して、ね、うん、時間かかるから。そう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 。なんかやりながらできるもんな。ぶっちゃけ俺も車乗ってる時にはちょっとやってるんだ、こいつの後ろで仕事処理して、あれで、独り言ボソボソ言ってるんですか、何よ、独り言じゃない、何よ、お前何言ったんだ、お前、守秘義務があるぞ、運転手さん、すみませんでした、お前、一人でずっとボソボソ言ってるんです、嘘、こいつバカだな、とか言って、そうですね、全然見せてる、ちょっといい時はこいつ、見えそうですね、これ見てみ、とか言って、はい、よろしくお願いします、終わり、これ、終わりです、今日の一本、はい。そんな動画か、今日は。いくるめられましたね。いくるめたて。俺はお前、落とせるわけねえだろう。戦国の覇者だぞ、お前。戦国の覇者。戦国の覇者道場社長だぞ、お前。道場社長。